岩崎城は、尾張国山田軍、後愛知軍岩崎に存在した、戦国時代の日本の城である、室町時代末期に築城をされ、慶長5年に廃城となった。最も古い記録によると、尾張国諸畑城主、織田信秀の史上だった。京六二年、三河国岡崎城主、松平清康が、織田信秀の俗称、荒川頼宗の守備する、岩崎城を、 終わり国攻略の足がかりとして、兵七千を引き攻め落とした。しかし天文四年、森山崩れにより、清康が死去すると、松平氏の勢力は、岩崎城から交代し、松平氏の案内人として行動していた、本郷城主、庭う治期をが移り住み、四代続けて岩崎城主として、戦国時代を生き抜くこととなる。天文二十年、岩崎城主、庭う時期を、 四死親子に対して、一族の藤島城主、庭師匠親子が起こしたと伝えられる内部紛争。四匠は、当時17歳であった、織田信長に援軍を求め、信長軍が横山に差し掛かったところ、信長軍の進軍を聞きつけ待ち構えていた岩崎、庭軍が吸収し、信長軍は敗退、四匠親子は三河へ逃げ延びた。この戦いは、 完成2年3月に和紙服が、和紙の自席を表した、和紙軍功録のみに出てくる記述であり、真偽のほどは定かではない。天正12年に起きた、岩崎城の戦いとは、小牧、長久手の戦いの内長久手の戦いの初戦となった、戦いである。両軍の膠着状態を打ち破るため、秀吉方によって実行された、三河中入り作戦を阻止し、 池田軍の進軍を止めたという点で大きな功績を残した戦いであった。この時の当主、庭棺はこの戦いで弟の死終を失ったが、家康からの信頼を得てその後の戦いにも多くの功績を挙げることとなる。長久手の戦いの後、落城した岩崎城が再建されたかは確かではないが、慶長5年関ヶ原の戦いで、庭次は徳川方として参戦。 その功績を認められ、三河国以保一万国の大名として栄転し、岩崎城はここで廃城となる。岩崎城市公園内の忠義碑廃城後は300年以上も整備されることはなく、本丸跡は畑となっていた。明治43年に旧尾張藩士らの手により、岩崎城の戦いで戦死した庭軍将兵を慰めるため、兵忠義の代を持つ記念碑が、 本丸の矢倉台に建てられた。現在でも毎年4月9日には、慰霊祭が行われている。また、昭和62年には、展望塔として50構造の天守閣が築上、岩崎城市公園として整備され、併設する岩崎城歴史記念館には、岩崎城の歴史や城石からの出土品などが展示されている。ただし、史実を無視した模擬天守を建築する一方で、 一部の遺構を破壊したため、城郭研究者の仙台義弘に批判されている。また整備中に偶然発見された6世紀頃の古墳の跡も公園内に展示されている。その他、二の丸には、水金屑を持った日本庭園が作られている。京中銀岩崎城在名古屋の東南京岡崎北、巨小牧閣数里小牧の役場種和師自樹徳川氏の軍庭市ジュールス敵章。 池田伸晃翌笠根岡崎関道千平杉、その城下市十年はじめ十六勘頭、画熟劇的いたり血前執刀時危機派はしみの、北ん高いたり伊美南寺屋二十軍南寺も、四角的我が京南寺京市吹いた目勘なり、鳥鎧樹市十敗者記老用婦女悲観場外名、戦時小白馬日下町奏しかもでし卒勘奮利、民工商府ところ、 愛知県史跡名称天然記念物調査報告書、岩崎城市大正15年より、抜水台地の先端部を掘り切りで分断して、平山城を形成している。周囲を土塁、空堀、帯車で囲まれた本丸には、東南部に建造物、西北に人工的に土を盛り上げて作った矢倉台が備わっていた。また本丸の前出しとも言える二の丸など、いくつかの車が、 本丸の周囲を固めていた。空堀りは当初は、やげんりであったが、後に一部は箱堀りに作り替えられていたことが調査で判明している。ABC、学校法人、中西学園学園法、ナプアボリューム77ジュル、2014、我が町日清は先城にかかる三つの戦い。学校法人、中西学園、2015年5月30日閲覧。 戦国時代に敗され、愛知軍と春日井軍に分割編入。今の日清市は、全域が愛知軍に含まれている。岩崎城歴史記念館。文化遺産オンライン。2015年5月30日閲覧。仙台義弘。食法形上閣の形成東京大学出版会。発行年。2000年。P50 愛知県編。 愛知県史跡名称天然記念物調査報告書、岩崎城市愛知県、大正15年に至る昭和8年、国立国会図書館、蔵書、2016年8月24日へずらん、城市では、8に注意との案内あり、ありがとうございます。